奥間秀樹の歌でぐすじさびら。はい、ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。奥間秀樹の歌でぐすじさびら、11月27日第113回目の、放送です。今日はスタジオ一人です。神奈さんいなくて俺一人なんですけど、沖縄もだいぶ昨日から寒くなってきて、俺も昨日ね、今年初のお湯割り泡盛ですね、いつも水割りとか飲んでたのがお湯割りデビューしたっていう、そんな感じですけど、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日も一人ですのでね、今日皆さんからのメール、ファックスお待ちしておりますよ。メールアドレスは 868@fm-urma.com 868@fm-urma.com。 ファックシミリは098-965-4868番でお待ちしてますので、奥間秀樹の歌でぐすりさびら宛てまでよろしくお願いします。この番組はカフェ&バーカラーの提供でお届けします。はい、ありがとうございます。今日のオープニングは、先週の土曜日かな、11月の21日、ヤンバルは、辺野古でですね、クベテクノフェスタというものがありまして、そこで歌ってきたんですけど、そのライブ音源をですね、オープニングでかけてみましたよ。はい、皆さん今日もメールファックス送ってください。なんかね、今日来てるんですよ。いや、戻るのかな、これは、はい、見方が分からなかった。あ、これじゃないか、あ、これかな、違うな。今悪戦苦闘しておりますが、はい、まあいいや、後でやります。昨日ですね、あ、昨日じゃねえ、この間の日曜日か、11月の22日に、奥間秀樹も初めて Facebook というものをデビューしたんですよ。はい、なんかこれやったらめっちゃいろんな人とつながるから、やった方がいいぜって友達に勧められてですね、やったらもうびっくりするぐらい、もう一日一日携帯が鳴るわ鳴るわで、同級生であったり、内地にいた、大和にいた時にお世話になってた人とかめっちゃつながっていいなーって思った反面、やっぱりね、表もあれば裏もあるんですよ。昔好きだった人とかね、出会ったりとかで、こう出てくる分に関しては全然いいんですけど、結婚してたり子供できてたりするんですよ。あーってこれ見るたびに、あーこうなったのか、あーなったのかーとかですね、思いながら一人で Facebook もやってみたんですけど、皆さんもしよかったら、いいねして、友達申請してください。ちょっとこれわからなくなったな、ちょっとお願いします。
パソコンがちょっとメールを見ようとしたら意味が分からなくなってしまったので、ちょっとすみません、これが戻りたいんですけど、ちょっと行き過ぎてしまいました。なってるのかな、あ、OK です、ありがとうございますっていう業務連絡だったんですけども、メールが届いてますので、紹介したいと思います。 FM うるまスタッフブログを、拝見しました。タデグスジサビラの情報を見ようと思って、調べたのですが、喋る姿も YouTube で見ることができるし、バックナンバー見ることができるし、で FM うるますごいすごいです。僕の地元の FM にはないサービスに感動しました、ラジオというと、声を聞いて話す姿を想像するのが、あるんですが、楽しみであるのと思うんですが、あ、想像するんですが、 FM うるまって新しい楽しみ方ができるんだなと思うとワクワクします。カンナさんの姿も初めて見ましたと。カンナさん今日いないんですけどね声で、あ、歌で聞いた通りの優しそうな印象で、なんだか実家の近所に住んでいるおじいちゃんを思い出して地元に、帰省したくなりました。ヒデさんもの CD もとっても楽しみです。これから寒くなりますが、二人とも風等に気をつけてお過ごしくださいねって。これありがとうございます。これは内地から来てるんだろうな、そうやって今来るってことは。ありがとうございます。はい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 、 OK です、ありがとうございます。皆さんこんなしてね、やっぱいただけると嬉しいですよ。ありがとうございます。メール待ってますよ今日も、メールアドレスは868@fm-urma.com、 ファックシミリは 098-965-4868 番でお待ちしてますので、どんどんみんな送ってきてください。さあ、それでは今日は一人ですので、あんまりゆんたくしないで歌ってみたいと思います。はいはいはい、じゃあ、今日はこの歌からスタートしてみたいと思います。カンナさんに俺が歌詞を書いて、カンナさんが曲をつけてくれたという歌ですけども、この番組の、テーマソングなんですけど、ゆいまるっていうね、ゆいまるラジオ、それは歌でぐすりさびらの歌です。ゆいまるっていう歌、歌ってみます。聴いてください。あげちか、違うティン、むがしみるする割ったうちな、飲んで歌って三線弾けば、うるまの風吹く歌のおしま、トントン歌ってぐすじさぎら、
しいおばあも冷やみかちちばりよ東かちかじまや一まりん茶がんじゅかりちきき島で乾杯みんなで祝ってみんなでかちゃしトン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 くすじさびらありがとうございます、お届けしたのはゆいまるって歌で、これはこの番組のテーマソングなんですね。俺が歌詞をちょっと書いて、でカンナさんが曲をつけてくれたんですけど、うまりがマーヤティン、うまりがマーヤティン、肌ぬいるがチガーティン、ぬうがしみるする割ったうちな、飲んで歌って三線弾けばうるまの風吹く歌の島、トゥントゥン歌ってぐすじさびらゆい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 まる。2番はカナさんが書きましたね。ティーダが上がって一日の八行くし明るく元気に中がなびら足みじ流ししくちはまりをうちなだましちばりを似せたって感じですね。カナさんが作って、一緒に作った、これも番組のテーマソングってことでなんですけどそのうちね一緒にコラボなんかもして三振とギターとでやって、みたいなと思いますので、カンナさんがいる時にねやりたいと思います。はい、じゃあちょっとまた感じを変えて、そうね、さっきもメールであったみたいなんか YouTube とかでも見れるみたいですね、バックナンバーみたいなのが。俺この間自分で YouTube 開いたらあなたにおすすめって言ってこのねぐすりさびらが出てきてから、これ俺なんですけどって感じに思ったりもしたんで、もしねまた聞いてる人、あ前回の聞いてみたいなとかその前のも聞いてみたいなっていうのはなんか YouTube とかでやっても聞けるみたいなんでね、聞いてください。じゃあさっき、携帯の方にいるんですけど、今日この歌が聴きたいっていうリクエストが入ってたので、歌ってみたいと思いますが、これはもうライブでもラジオでもよく歌ってますね、おばあが作る天ぷらが好きだって歌ですね。サーター天ぷらですけど、そう昨日からね本当に寒くなってきて、さっきからずっと言ってるんですけど寒くなってきて、なんか俺寒くなったら甘いものが食べたくなるんですよ、チョコレートとか。でも今日はもう無性にあれかりんとうが食べたくなって黒砂糖味の黒糖味の、かりんとうを食べたんですけどね。そう、次に歌はかりんとうではありません、おばあが作る天ぷらが好きだっていう歌です。好きです、あ好きですじゃないか、サーター天ぷら聞いてください。
こに当てた。そう、死んだおじも好きだったさ。そう、この Facebook 始めたんですけど、この俺のトップページの、画像っていうのかな、バック画像みたいなのが、プロフィールの後ろにある画像がこのサーターテンプラーの、2番の歌詞を書いてるんでね、もしよかったら見てみてください。はい、時間がもうちょいあるのでね、もう1曲できるかなと思いますけども、カンナさんが一緒にいるときはなんかユンタクしてできるんですけど、一人のときはちょっとやっぱりなんか変な緊張します。なんでかわからないんですけど、じゃあこの歌歌いましょうかね。時間がちょっと半端なりそうなんですけど、そっか、じゃあこの間の辺野古のこのテクノフェスタっていうのではですね、4曲ほど歌ってきました。あるがまま、そしてカンナさんの、歌でやんばるのことを歌っている、あのイッター飼ってるやんな、そして僕のもう大好きな大先輩佐渡山豊先輩の、海泥棒でこの道っていう歌歌ってきたんですけど、やっぱりカンナさんの歌と、豊さんの海泥棒を歌った時は拍手がね、人一倍っていうか、もうめっちゃ大きい感じがしたんですけど、やっぱりね、今こそみんなで結束してっていうか、自分それぞれが、なんていうのかな、やっぱり俺は海が好きだとか、自然を守りたい、山が好きだとかね、そういうのをしっかり持って行動していけば、また少しずつ変わってくるんじゃないかなって思うんですけど、でまあ俺なんかにできるのはこうやって歌って、またなんか発信できたらいいなって思ってますけど。ではおそらくこの歌で今日は最後になると思います。皆さんご存知の方もいると思いますが、石川の街が好きだって歌は最後に歌います。はい、ありがとうございます。そう、やっぱり Facebook 始めたらメール多くなりましたね。久しぶりにメールします。 Facebook 始めたんですね。たくさん更新してくださいね。リクエストしてもいいですか、天ぷら聞きたいです。ありがとうございます。聞いてるかもしれないですね。ありがとうございます。じゃあまたこれから Facebook にもいいねしてくださいね。
普通に奥間秀樹でやってますんで、久しくうにげさびら。それじゃあ今日の最後の歌はこの FM うるまがある石川の街が好きだって歌を歌って終わります。ありがとうございました、さて時間になりました、この番組はカフェ&バーからの提供で、お届けしました。それじゃあまた皆さん来週も聞いてくださいね、Facebook も始めたのでいいねしてくださいね。それじゃあまた来週です。